こちらは「ロエベクラフトプライズ」というコンペに2020年に選ばれたもので,、えっと、ですあの立山工芸工房という場所に在籍している時に大型の作品に取り組んであのコンペに出すために、えっと、そこで制作したものになります。材料はシナ ナ、ね、の木を削って漆を塗り重ねてこういう風に種の漆で仕上げています通常だいまあ2ヶ月くらいでやってるんですけど3ヶ月かもうちょっとかかったかもしれない大きなものでやっぱり一工程に時間がかかるので、まあ、工芸工芸品とかこう漆漆器のイメージからやっぱ離れるには <laughs> これだけボリュームのあるインパクトのあるものができたら説得力があるかなと思って大きなこの辺りの表情っていうのはと木を引き裂いた木の割れ目の表情でそののままま状態を残していますでこっちの方に、まあ、このつるっとした面に向かって漆を塗り重ねて。 ますそのロエベのコンペに通ったのは自分の中でもあの天,天気というか世界中のいろんな人に見てもらえて漆を使ったこういう造形作品を作っているっていうことを知ってもらうすごい大きな機会になりました。